参ります。では今日のゲームハイライトで振り返っていきます。イーグルス先発は古川です。立ち上がりです。先頭バッター今日1番に入った中村にヒットを許してノーアウトランナー1塁。この後中村スタートを切りますけれども、今日キャッチャーは石原、素晴らしい送球セカンドに送られました。オルイオ争いというところ、トップを行きます。石川を4つ差で追いかけます。中村ここは通り仕掛けていきましたけれども、イーグルスバッテリーが刺しました。さてマリンズですけれども、4年目、今日がプロ初先発になりました岩下大輝です。立ち上がりから素晴らしいピッチングを展開します。もう緊張感は全くありませんでした。田中、そしてオコエと打ち取って、そして星稜高校の先輩島内も打ち取ります。3人で終えた岩下の立ち上がりでした。0対0で3回です。古川はこの回先頭バッターの藤岡雄大センターフライで、この後吉田、そして平沢と連続三振を取ります。序盤3回1安打ピッチングという今日の古川でした。そしてその裏です。2年目の石原にプロ初ヒットが出ました。今日がプロ入り2度目のスタメンマスク、そして最初のバッターボックスで放ったプロ初ヒットです。でこの後オコエの時に石原プロ初盗塁もマークしました。さて0対0でゲームは4回です。マリンズの方はワンアウトランナー3塁1塁で角中、これがセカンドゴロの間に1点ということになりました。6回ですけれども、古川はツーアウトランナー3塁1塁で、ワイルドピッチ、代打高浜のところバッテリーエラーで追加点ということになってしまいました。2対0、追いかけるイーグルス6回の裏です。三塁一塁と岩下を攻めましたけれども、今日ここまで2安打の銀次はレフトフライ、フォアード1本です。先発の岩下はこの回まで6回85球2安打4三振5無失点、勝ち投手の権利を持ってマウンドを降りました。そして2点を追いかける中、8回の裏増田から代打岡島ツーベースヒット、ランナーが出ます。この後ツーアウトになって島内、この辺りが一塁線を破っていきました。2本のツーベースで1点を返しました。2対1。この後ツーアウト満塁とチャンスを作って6番の内田を迎えます。マウンド上には5番手の東条、ここは東条の前に内田空振り三振で、この後のチャンスは生かすことはできませんでした。9回です。マウンド上には抑えの内、そのうちワンアウトランナー二塁一塁で田中、この辺りが右中間抜けたかと思いましたけれども、ライトの平沢ビッグプレーでした。いや素晴らしいプレーが出ました。これで2アウトで三塁一塁で代打のウィーラー、ウィーラーはレフトフライでゲームセット。2対1、9回、平沢にビッグプレーが出ました。プロ初先発の岩下、プロ初勝利をマークしています。